皆さん、お待たせいたしました。第2部です。ユーザーの皆さんの支持を集めるアンビシャスに果たして弱みはあるのか、柏木さん、丹下さんに伺っていきましょう。弱みありますか？はい、前走の東京、2000メートル距離が長かったと思うんですけどね、長いので慎重に姉妹勝負にかけたと思うんですけど、小回りの4つ回る福島線8というのは、コース的に未知な部分が大きいと思います。その前回はためが効いたんだけど、その前の毎日杯と挙動通信杯なんかはどうもちょっと行きたがるなというのは、それが赤杯というか勝ちきれなかった理由で、道中にちょっとこう行きたがってしまうというのが仕方だと思います。内を突きすぎても前が塞がる時が多いし、外を回りすぎたらもうもっと論外開幕中なんでね、このパターンがありますし、ルメールジョッキー褒めたんですけどその時やっぱりね、初めてのコースなんで、怖さみたいなのはラキシスであんまり褒めすぎちゃったら、宝崎ね、あんまりいいことなかったし、そうなんですよね。ルメールジョッキーにかけた部分あったんですけどね、ルメールジョッキーってこう印象通りね、えげつなくないんだよね、意外とね、本当ね、人格が良すぎるんだよ。スマートな騎乗が多いから、本命打ったら、メインのラジオ日経賞だけえげつなくお願いしますって感じですけど56.5 はやっぱり初めて、それは怖いとは思います。はい、わかりました。ありがとうございます。ラジオ日経賞の出走馬を金銀銅の札で評価していきます。春のクラシックには間に合わなかった、これから飛躍が期待される素質馬が顔を揃えました。では早速いきましょう。アクセラレート、出走が叶ったんだけどね、さすがに2つ勝ってるグループと比べると一層は苦しいね、ホワイトウィンド、中山の1分35秒6というのがね、同じくらい時期の5番に比べると1秒ぐらいやっぱり時計的にどうかなと思って、49とか8とかだったら、でも3歳馬にないな、そのハンデはね、牝馬でもね、アンビシャス、